常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。今日はね、終戦の日なのでね、まあ戦争にまつわるお話をしたいと思うんですが、まあ戦争といってもね、私が今日お話しするのはね、現在進行形、今日本のすぐ近くで、というか日本もそうかな、うん、日本も巻き込まれている、まあ戦争についてお話をしたいんですが、台湾でね、フェイクニュースが盛んというお話です。まあこれどこ発のフェイクニュースかわかりますよね。中華人民共和国というね、まあいわゆるチャイナですよね、チャイナ発の、フェイクニュースが盛んというお話でね、まあいつものあのハイブリッド戦争ね、お話なんですけれども、日テレニュースね、あの日テレ、まあゼロですね、ニュースゼロでですね、あのこんなあのまあコーナーというかね、特集があったんですよね。台湾でフェイクニュース蔓延、中国が偽情報を拡散、民間団体が真意を検証、対策強化へと、いう内容です。でね、ちょっと長い VTR、5分ぐらいになってたんですけど、今ね、YouTube でもね、それから Yahoo でもね、タダで見れるので、ぜひ皆さんご覧いただきたいんですが、このね、まあ一応それを文字起こしした記事をちょっと読みますけどね、台湾に対し軍事的圧力を強める中国、その一方で、偽情報やプロパガンダを拡散し、台湾社会の分断を図っていると見られます。台湾に揺さぶりをかける情報戦の実態を取材しました、ということなんですよ。ね、もうこれ、ね、一言じゃないでしょ。日本にも来てるでしょ。ね、日本社会の分断を図ってますよね。リアルに分断されちゃいましたよね、昔ね。大統領選挙の陰謀論とかでさ。ね、未だにその分断の中に我々いるわけですけれども、まあそういう分断を図るですね、フェイクニュースが起こしていると、いうことで、なんとね、台湾がね、これをね、市民団体、民間団体監視してるというね、日本のこの市民団体、民間団体って大違いだな、というニュースなんです。で、まずね、このね、VTR 自体はね、台湾のね、大規模な避難訓練からまず始まるんですよ。まあ、要は、チャイナのね、まあ、大規模な侵攻をですね、まあ、想定した、そのね、避難訓練、台北なんかでもね、もう本当に、みんな地下にわー逃げろみたいなやつでやったんですけれども、その避難訓練をやったところでね、で、この訓練に対するフェイクニュースが出ました、というとこから始まるんですよね。で、それは、どんなニュースかというとね、もう本当に、聞き捨てならんようなね、ニュースなんですけど、このね、避難訓練自体が、蔡英文総統がね、もし有事が起こった時に、真っ先に逃亡するためのリハーサルなんだというですね、まあ、何の根拠もないですね、フェイクニュースをブワーってこう出したわけですよ。はい。で、これはですね、映像付きだったみたいでね、なんか再現フィルムみたいなね、蔡英文総統に似せた、ちょっとそっくりさんみたいなやつを使って、なんかこう、その人がこう連れてくっていうか脱出するみたいな、まあそういうですね、まあ、なんていうんですか、絵なんですよね。まあ女性らしき人物が拘束されてて、要は蔡英文捕まえに行くぞっていう気満々なんですけれども、で、その、まあ連れてかれるみたいな、まあ私も動画見ましたけどね、まあひでえ内容だな、ということで、で、台湾の国防部はですね、中国による情報戦だと、いうことで、まあ警戒をしているわけです。で、基本的にですね、この偽情報でね、まあ、何しようとしてるかというと、まあ、要はパニックを助長したいわけですよね。なので、この偽情報を検証することは非常に大事だと、いうのでですね、台湾にはですね、台湾ファクトチェックセンターというのがどうもあるんですよ。日本にもね、日本ファクトチェックセンターってありますけど、後でまあ、ゆっくりね、そのことを話しますけど、まあ、いろんなこう、団体がですね、民間団体がね、このファクトチェックで活動してるんですけれども、この、台湾ファクトチェックセンターというのがですね、まあ、黙ってると、いうふうに日テレニュースは取り上げてます。で、先月ですね、SNS でまあ、拡散されたまあ、一つのね、また動画がありまして、これはね、チャイナの、まあ、ね、空軍かな、まあ、なんだと思うんですけど、まあ、チャイナの飛行機がですね、アメリカの空母の上空スレスレをね、まあ、こう飛びまして、レーダー照射事件じゃないですけどね。あれは韓国のフェイク動画でしたけども、アメリカの空母の上をスレスレ飛んでですね、で、それで、その威嚇してね、で、アメリカの空母を追い払った後、いうような内容のですね、しょうもねえ動画だったんですよ。はい。で、これをですね、まあ、検証した、団体がこの、台湾ファクトチェックセンターという団体です。で、まあ、この動画の中にもね、これ出てるんですけど、近づいてきた飛行機がね、こう、その、空母のブリッジのところに近づいてくると、ブリッジのあたりにこう、ケーブルがいっぱい貼ってありますよね。あれがなぜか消えるみたいな。とかね。最初なんか環境のところでこうアンテナみたいな3本あったのが2本になってる。あ、2本だったのが3本に増えてるのかな。なんかそういうちょっと雑なコラだってことがまあ分かりまして、あ、これ雑コラってことで、フェイクって認定されたらしいんですよね。
はい。ということで、まあ、空母のですね、見た目も実際のものと異なって偽情報だと判断されたということです。で、ここのですね、副編集長のね、陳伊帝さんという人がですね、こんなコメントしてます。有事の際には SNS の拡散に紛れて有害な情報が入ってきますと。市民はそれらに影響されることになると。いうことですね。じゃあなんでこういう情報を拡散するのかということで、これ台湾のですね、民主実験室というですね、まあ研究機関があるんですけれども、そこのですね、ゴー・メイケイさんという人がね、まあこんな風に言ってます。その偽情報っていうのはね、まずね、インフルエンサーや、いいですか？インフルエンサーですよ。インフルエンサーや大手メディアを通じて、大量の転載を繰り返すと。ね。コピペ、コピペ、コピペと。やってるうちにですね、それが台湾社会に影響を与えることができるトピックへと成長していくと。いうことなんですよね。わかります？インフルエンサーが偽情報引っかかっちゃってドーンって拡散すると、まあそれに引っかかる人が増えてくると、まああのコミュニティノートでね、だいぶまあその辺も抑えられてはいるとはいえですよ、いざとなったらわかんないですからね。はい。だからインフルエンサーと言われるような人はやっぱ自分の言動ね、その言論ですよね、言論言動にはですね、やっぱ責任持たなきゃいかんと。まあ、私はだからその責任を持つつもりでね、間違えたらなるべく早く訂正しようというようなスタンスでやってますけれども、まだ訂正がねしっかりできてない方はですね、まあ、訂正した方がいいのかなというふうに思います。でさらにね、台湾ね、もう一歩進んでまして、7年前にですね、コーファクツっていうね、市民団体が、まあ、実はできた市民団体ですよ。全然日本の市民団体とは違いますけどね、チャイナの偽情報を見破る市民団体ね、これができたんですけれども、でね、これすごくて疑わしいと思ったらですね、このコーファクツのね、LINE アカウントにですね、情報投稿するらしいんですよ。そうするとね、AI がまず、分析して、で、さらにですね、2000人のボランティアがですね、いまして、で、その情報ね、これまでに出ていた、その、偽情報の焼き直しかどうかって検証をやってくるらしいんです。わかります？これ普段からネットでね、偽情報とかいうやつに粘着されてる人なら気づくと思うんですけど、同じこと何回も何回も書いてくるんですよ。何の根拠もないことね。もう検証されて、そんなもん、何の根拠もないってことが分かってることを、しつこく何回もコピペしてくるんですよ。まあ私のツイッターとかでもいますしね。はい。んで、それをだから検証するんです。何回も出てる、同じ手だったらほら、すぐ分かるじゃん。で、なんかね、12万件ぐらいのデータがもともとあって、このコーファクツには。で、それとすぐに照合してですね、早ければ数秒で、あ、これ何年何月にすでに出てて論破されてるやつですっていうことを教えてくるんですよ。日本でも何回も何回も出ましたよね、そういうデマね。デマね。例えば、人口減ったらデフレになったってデマね。今から、13年前にね、元谷康介さんって人がね、そういう、まあ、偽情報の本を書かれたんですけれども、全くこれ嘘でしたよね。人口減ってるけど、デフレ終わりそうじゃないですか。今インフレになってるんで、もうこれも間違いなくこれ、嘘だったんですけれども、そういうの、検証してですね、それ、昔言ってますよっていうことをやってくれるというですね、まあ、素晴らしい機能を持ったこのコーファクツね。で、というのがあります。で、早ければほんと数秒で審議の確認ができるということで、で、これね、すごい、何がすごいかというと、一般の方がボランティアでこれを運営しているというのがやっぱすごいなと。同じ市民団体でも大違いだなと、いうふうに思いました。で、このコーワクスのですね、ボランティアさんのね、インタビューもこの動画の中で出てまして、個人ではなく市民全体の力で、行う仕組みです。より多くの人が協力し、完成度を高めているのです、ということ。素晴らしいなと。ほんと、台湾のファクトチェック、すごいね。ちゃんとできてますね、と思うんですが、じゃあ、翻ってですね、日本のファクトチェック、どうなんだ、ということなんですよね。日本ファクトチェックセンターね、まあ、そもそもですけど、メディアはチェックしないんでしょ？ね、だからこの間ほら、東京新聞がさ、IAEA に関するデマをね、拡散しましたよね。IAEA は、その日本からね、巨額の分担金をもらってるから、処理水の件で手心を加えているに違いない、かっこ威圧みたいな記事がね、出て、で、それがまあデマとしてネットで拡散したんですけど、ネットで拡散してることをデマだと言って、この日本ファクトチェックセンターは指摘しましたが、そのデマの発信元であるですね、東京新聞と、ね、拡散した、望月磯子パイセン、ね、この二人に対して何も言わないわけですよ。どうなってんの？と思ってね。いろいろ調べたんですけど、ここは昔やらかしてんですね。南京事件についてね、まあ、これね、2023年8月か、最近やったんだな、これな。やりまして、どんなことかというとね、日中戦争で1937年に旧日本軍が南京を占領した際に起きた南京事件について、プロパガンダ映画で嘘と主張する言説がありますが、誤りです。事件は多くの研究者によって検証され、日本政府を認めていますと、いうですね、検証しているんですが、これだけ読むとさ、なんかその、中国共産党が言ってる30万人がね、もうむごたらしい感じで、ね、まあ、その、虐殺されたみたいなのがさ、
なんか本当って言ってるように聞こえるでしょ。なんかそのね、それを批判する人が間違いみたい言ってるように聞こえるでしょ。そんなこと実は言ってないんですよ。これすげえミスリードな記事なんですよ。はい。あのね、ぐちゃ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 いろいろ書いてあるんですけど、最後のとこだけちょっと読みますからね。これ皆さんちょっと噛み締めてほしいんですけど、ね、日本ファクトチェックセンターこんなこと言ってるんですよ。南京事件は事実と認められる一方で、その死者数については現在も様々な説があります。ん？いきなり逃げ撃ってねえか？その死者数が30万人って言ってるのがプロパガンダだぜって指摘しててさ。ね。でしょ？そこおかしいんじゃねえのと。そもそもだって30万人も人口いなかったじゃんっていうことを指摘してるんであってさ。ね。その一人も亡くなってないなんてことは言ってないんですよと。あなた何にそんな藁人形みたいなことやってんのってことなんですけど、ね。死者数については現在も様々な説がありますって。どういうことと。ね。でね、この中でね、その、日中共同研究の論文で日本側は、2万人、4万人、20万人などの説を挙げていると。ね。で、極東軍事裁判では20万人以上。南京戦犯、軍事法廷。これあの、共産党のですね、まあ演劇裁判みたいな軍事法廷なんですけど、ここで30万人以上など様々な数字があるということで、まさにこのプロパガンダの数字もですね、同列に上げてね、諸説あるってことで片付けてるんですよ。こんなんファクトチェックって言います？ね、おかしいですよね。この30万人ということ、まさにこの南京戦犯裁判軍事法廷というこのね、裁判ごっこで言ってる30万人以上っていうのはおかしいんじゃねえって言ってるんであってさ、ね、南京事件で犠牲者が一人も出てないなんて言ってませんよ。さすがにそこまで極端なこと言う人は間違いだと思うわ、さすがにね。で、これはね、あれですよ。確かあの、門田隆翔先生あたりも確か言ってましたし、あと、有馬哲夫さんね、まあ、こういう、この件、先生ね、早稲田のね、検証されてますけど、捕虜の虐待があったことは、これはもう争いの用のない事実だと。ね、捕虜にしてたのが、要はその、もうその、なんていうんですか、食料がもう足らないので、その捕虜に対して、まあ、処刑してしまったみたいなね。これはもう事実だと。ただその人数は20万人も30万人もいないんですよ。捕虜ですからね。ね。で、それから戦闘で犠牲になった市民がいた。これも多分事実ですよね。だからまあ、日本側からですね、2万人、4万人。まあ、20万人って言ってる人は多分まあ、そっち系の学者さんだと思うんですけど、まあ、諸説出ていると。誰も亡くなってないとは言いませんが、その30万人ね、今その、それこそロシアがリアルタイムでブチャでやったようなね、ああいう形で、その、やっちまったっていうのが、共産党のプロパガンダなわけじゃないですか。さすがにそれ違いますよと。捕虜の虐待と戦闘中巻き込まれてってパターンはあるかもしれんけど、ね、ブチャみたいなことはやってないぜっていう、意見なわけなんで、なんかこう、我人形的にですね、ね、その、一人も亡くなってないとか言ってるのは嘘って言うのは別にいいんだけど、なんかその、30万人説まで本当かのようなミスリードじゃん。ファクトチェックって、あれなんですか？ミスリードするためにやるんですか？なんか、おかしいですよね。ね、これ、日本ファクトチェックセンターやられてるのはですね、元朝日新聞社員にしてですね、まあ、社員で、バズフィードの元編集長だったね、古田さんですよね。はい。古田さんが、まあ、やられてるんですけれども、まあ、たまにですね、この古田さん、正論言っちゃうんですよね。この間も、サンデーモーニング出てね、日本の関与が、あればですね、チャイナはね、台湾侵攻しても負けるというシミュレーションが出ていますというようなことをね、思わず言ってしまってね、これは正論ゴールに近かったんですけれども、まあ、そんな感じですよね。だから、なんか、その、南京事件に関してね、ちょっとこういうこと言うんだったらさ、このね、この間三問二で言ってもらったようにね、アメリカのシンクタンクがさ、20何通りかのシミュレーションやったんだけど、一つもチャイナは勝てませんでしたと。で、さらに言うとね、古田さんの発言ですよ。ね、三問二の古田さんの発言ですけど、ね、日本の関与度が高くなればなるほど、チャイナは勝てないと。逆に日本の関与度が減れば減るほど、チャイナは負けるという結果になりましたと、彼ははっきり言ったんですよね。じゃ、だとするとさ、麻生さんの発言ね、台湾でのね、これって、戦争を、遠のかせることになるんじゃないですか？どうなんですか？だって日本の関与が高いほどさ、シミュレーション上勝てないってことは、チャイナだってさ、え？ってこうなるじゃん。ね。あ、やばい。日本が関与してくんだ。日本やる気なんだって思うと、やべえ、負けるかもって思うでしょ？負けるかもって思ったら、攻めてこないっていうのが、この献身国家のね、行動パターンですから、日本がね、これ戦う覚悟が、と。ね、麻生さん、まあ言いましたけれども、ああいうことを言うことによって、やっぱりこれ平和を高める。麻生さんの、このね、抑止のロジックが、そのままいけるんじゃねえかな、というふうに思うんですけどね。まあとにかくですね、まあその日本ファクトチェックセンターというのはね、世界平和のために Google からもね、莫大な資金を、いただいてるわけですから、ね。まあくだらねえネットの都市伝説のね、検証なんかやってないでさ、東京新聞の出巻記事とかさ、ね、この麻生さんの発言、本当にそうなのかと。ね。CSIS 等のね、このシミュレーションによれば、日本の関与度が高まるほど、チャイナ勝てないんだから。
チャイナ勝てないってことが分かっていれば、もう攻めてこないよね。日本が本当に出てくるって言えば攻めてこないし、逆に日本が行かないって言っちゃったら、ね、行かないって言っちゃったら戦争の確率上がると思いません、ね、まあ普通に考えれば分かることだと思うんですけどね。まあそういう意味でですね、まあ日本のね、ファクトチェックね、まあ台湾のね、ファクトチェックここまでやってるわけだからさ、もうちょっとやってほしいなと。まあ変なね、そのネットの都市伝説ばっか検証してんだったらさ、金余るから、台湾のファクトチェックセンターに寄付すればと、ね、いうふうに思いました。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人は、ぜひ、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー